当茶は天然パーマをご覧の皆様、こんにちは、池さんです。突然ですがご報告があります。これからの天然パーマのバンライフですけども、なんとキャンピングトレーラーを引っ張ることになりました。本当ね、突然の、ご報告なんですけども、キャンピングトレーラーでね、これからバンライフを始めてみようと思っています。まあ、ですが、キャンピングトレーラーになったらね、それバンライフじゃないじゃんっていうね、ふうに思われてる方も、いらっしゃるかと思いますけども、いやいや、ハイエースは手放しません。ハイエースでキャンピングトレーラーを引っ張るんだから、これバンライフなんです。まあ、そもそもね、バンライフっていうのは概念であって、ライフスタイルの一つでもあるのでね、まあ、そもそもルールなんかないんですね。もうそこどうでもいいんです。これからの天然パーマのバンライフ、車旅を続けていく上で新しい相棒としてトレーラーを選んだということです。まあ、突然すぎてびっくりしてる方もいると思うんですよね。だって今までキャンピングトレーラーなんて1ミリも触れたことない。うちの動画で見せたこともなければね、トレーラーの塔の字も出たことない。あるわ、塔ぐらいあるわ。まあ、それぐらいキャンピングトレーラーなんか全くと言っていいほど触れてこなかった天然パーマのチャンネルなんですけども、今回の動画ではどうしてこのキャンピングトレーラーに決めたのかっていうところ、ここまでのいきさつのお話をねしてみたいと思います。じゃあ早速お話ししていきましょう。なぜキャンピングトレーラーにしたのか。バンライフの次の旅のスタイルをずっと模索していました。天然パーマ池さんは、なんでかっていうと、日本一周バンライフの旅もやったし、それからその旅の中でね、最北端最南端も踏んだりとかね、目標も達成したし、あるいはね、もう激アツのビーチでの車中泊も経験すれば、大寒波の中ね、70センチも積雪するような夜に冬の車中泊をしたりとか、まあ、あらゆる車中泊の旅を経験していく中で、そろそろね、次の旅のスタイルをやってみたいなってね、まあ、ずっと考えていたことがあったんですね。でプラス、そろそろ僕のハイエース、ワイドミドルルーフっていうこのサイズですけども、これがもうね、いい加減手狭になってきました。まあ、理由は子供たちがね、想像以上に身長が伸びてしまってでかくなっちゃったんでね、去年お手伝いのところ行って2段ベッドを作ってもらったりして、なんとかこう空間を確保するためにいろいろと手を尽くしてはみたんですけども、まあ、現実的にどうしてもね、車自体がねすごく狭くなってきてしまったこと、車が狭くなったんじゃなくて子供たちが大きくなりすぎてどうしても空間的に、限界が出てきてしまったこと、それから天然パーマの動画をよくご覧いただいている方はもうご存知だと思うんですけど、我が家はサーフィンとかさ、それからスキー、スノーボードといったアクティビティが軸にあって車中泊バンライフをしているので、どうしてもね、荷物が多すぎる問題。サーフィンに行けばサーフボードは常に3枚、それにね、ウェットスーツ4人分、ね、その他水のポリタンクを持ったりとかさ、もうとにかく車の中がいっぱい。それからスキースノーボード行ってもね、常に板は8本も積んでるし、ブーツは4人分でしょ、でウェアが4人分、全部こうぎゅうぎゅうに詰め込まれて、その上寝袋があってとかっていうのが、荷物がね、道具が多すぎて、さすがのハイエースのキャパでももうね限界っていうところまで来てはいたんですよね。まあそういうのもあって、そろそろちょっと違うスタイルでのバンライフを始めてみたいななんてことを考えていました。ところがね、じゃあハイエース乗り換えるのかっていうと、実はね、やっぱりそのハイエースにもね愛着が湧きすぎて、これを手放すってのにもずっと躊躇していました。まずはオイルドバドバ事件ね、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけども、あんなトラブルがあったり、それからバックドア大破事件ね、さらにモビゴンと衝突事件などなど、事件ばかりやないかい。まあね、トラブルが多めではありますけども、やっぱりね、いろんな思い出を一緒に作ってきた車なので、簡単にこうね、それじゃあ乗り換えちゃおうかっていう気分にもなれなかったんですね。そういうこともあります。じゃあね、キャンピングカーどうなのっていうご意見もあるかと思うんですけども、
キャンピングカー自体にね、正直ね、興味があんまりわからなかったんですね。理由は、まずキャンピングカーを買うと、どうしても日常使いのための車、まあ、軽でもいいんですけどね、もう1台いるんですが、我が家に車2台は必要ないんですね。っていうのは、平日ね、全く車に乗るっていう機会がないからっていうのもあるんですけども、2台所有するっていうのは、もう全くの無駄でしかないんです、我が家にとっては。でね、トラキャン、いいですよね。でっかいし、居住空間はさ、すごく広いし、優れてるんですけども、そもそも日本車のトラキャンってどうしてもね、フォルムがあまり好みではなくて、欲しいなっていう気にならなかったです。で、バンコンになってしまうと、やっぱハイエースのちょっと大きくなったぐらいで、劇的なこう変化はあまり求められないのかなっていうところがあったりとか、かといってアメ車キャンピングはもうでかすぎてうちの駐車場には入らないだろうし、そもそもまあ高くて買えない、プラスまあ維持費がね大変かな、エンジンもねバカでかいからさ、ガソリン代とかも結構えらいことになっちゃうだろうなとか、まあもろもろキャンピングカーをあまりこう選べないというかね、興味が湧かなかったっていうのが一つあるんですね。なんでね、最初からキャンピングカーは選択肢にはなくて、でまあ結果ハイエースに、乗り続けながら快適なバンライフを続けるにはキャンピングトレーラーいいんじゃねっていうところに、だん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 興味が湧いてきたというか、関心が湧いてきて、約ね1年ぐらい前から地味に少しずつ調べ始めたりとかしてたんですよね。でまあつい先日ですね、やはり我が家のこれからの車旅にはキャンピングトレーラーがベストなんじゃないかっていうところに到達したと、そういういきさつがありまして、今回ねキャンピングトレーラーを購入しようかと思っております。そこでこれからね、新企画、天然パーマキャンピングトレーラーへの道シリーズを開始したいと思います。このシリーズでは、トレーラー超初心者の池さんが一人前にキャンピングトレーラーを引っ張って、そして無事に旅に出るまでのストーリーをねご紹介していきたいと思います。今回はその第1話となります。天然パーマの新しいバンライフスタイルのスタートとなります。ぜひね、皆さんにも見守ってもらえたら嬉しいです。そしてもう一つ大事なお知らせがあります。実はね、キャンピングトレーラーを選んだ理由っていうのがもう一つあるんですね。それは今回購入するであろうトレーラーを活用して、僕たちがね2拠点生活をしている越後湯沢町で雪国車中泊スポットサービスをね始めようという目論みがあります。その名も天然パーマ湯沢ベースです。2022年、いろいろと始まる天然パーマの YouTube チャンネルですけども、ぜひぜひ応援してくれると嬉しいです。では、次回のキャンピングトレーラーへの道お楽しみにしててください。今日はここまで。ではまた。バイ。Dude, that father is 10 men per